広島電鉄線形電車2台。広島電鉄線形電車。広島電鉄線型電車とは、広島電鉄が2013年から運用を開始した路面電車である。広島電鉄及びその前身会社で、線形を名乗る電車としては、1922年、大正11年に導入された、宮島専用高床車 C 型を、1939年、 昭和14年に開番して誕生した線型に次ぐ2代目となる。2013年2月14日に、仙田車庫で出発式を開催し、翌15日から7号線、横川駅広電本社前館8号線、横川駅エバ館と9号線の白島エバ館、直通運用で運行開始している。2014年2月1日の2編成の増備に合わせて、 5号線、広島駅七三課から、広島港でも運行開始。さらにその後も増備されており、2016年1月29日の1009号の投入時から3号線、広電西広島広島港での運用を開始したことにより、広電のすべての路線で調停商車,車用、1000系、5000系、5100系が運行されることになった。 2012年5月11日発表の広島電鉄サービス工場計画において、超低床車両の増備と運行路線の拡大が発表された。2012年8月24日に広電の運賃値上げが報道された時に、広電の車両124両のうち48編成が製造から45年以上経過し、2027年までに、 40編成を超低床車両に置き換えたいとした。2012年9月11日付中国新聞は、これまで超低床車両を運行していなかった、白島線と横川駅エ馬間において、2013年1月から2月を、目処に短い編成の超低床車両の運行を始めると、報道した。その時に発表された、導入される車両の使用は、 現行の超低承継車両である5100型をベースに編成長を5両編成30メートルから3両編成18.6メートルに短縮し全中比に変更三菱重工業三原製作所近畿車両東洋電機製造が製造一編成の値段は2億7000万円で一部広島市と国の補助金の活用も検討し 当時の計画では2027年時点で超低小車両を62編成にし、半数の編成を超低小車両にすることを目指すとしていると報道された。また、2013年2月1日付の日刊工業新聞も納入する新車のうち半数近くの編成を18メートル級にしたいと報道した。2012年11月23日付。 中国新聞では、白島線の運行を、これまで、回送電車しか走行していなかった、八丁堀交差点を通過し、本線及び、エバ線に乗り入れ、白島エバ間を1日3往復から4往復直通運行するため、広島県警と調整していると報道。同日開催された、電車開業100周年記念祭で、落ち秀信社長、当時が新車両を公表した。 2012年12月18日に、編成の車番及び愛称がイタリア語で、小さいを意味する、ピッコロ、1001号、ピーコラ、ピッコラ、1002号に決まったことが明らかにされ、試運転中、1編成を、アンデルセン、アンデルセングループとのコラボレーションラッピング塗装、アンデルセンの新商品の告知ラッピングとすることが明らかにされた。 翌日の新聞報道で2013年1月10日頃から試運転を開始し2月15日から営業運転に投入されることと2013年度にも3編成程度導入することが報道された1001号車は2013年1月8日に三菱重工業三原製作所から搬入同月下旬には1002号車も搬入された納入後は 営業運転では使用予定がない、宮島線でも試運転が行われた。2013年2月6日に、形式名が線型になることと、運行路線及び運行本数が正式発表された。2013年度は3編成を導入。2013年11月に、1003号以降がグリーンムーバーレックス、グリーンムーバーレックスになることが明らかになった。 愛称のレックスはライトエクスカーションから作られた造語。同月第13回広島グッドデザイン賞の特別賞を受賞した。12月より試運転を開始。2014年1月27日に同年2月1日より1003号、1004号。2014年2月14日に2月17日より1005号が運行開始することを発表した。 2018年3月まで2014号までが導入されている。2018年5月10日より、1000系検定で IC カード利用者に限り通常は乗車専用となる中扉からも降車が可能となる IC カード全扉降車サービスが開始された。製造は5100系同様に、近畿車用、三菱重工業、東洋電機製造が行い、 広島電鉄と共同開発した5100型に続くジャトラムシリーズの一つとしている文献もある5100型をベースにしつつも機能性、静粛性、メンテナンス性を向上を目的に制御装置、補助電源装置、空調装置、車両情報装置を新設計している外観は5100型に近いデザインとなっている定員86人 着席定員33人で乗車口を中央部に、降車口を運転席側前方に設置した。1001号、1002号の図色は、広島電鉄電車開業100周年記念車両との位置づけから、開業当時の初代100型をイメージしたアニバーサリーレッドと称するエビー色系の図色のオリジナルとそうなっており、1001号と1002号とでは若干色合いが異なる。 車体中央部に100周年の祝杯をイメージしたという、杯きをモチーフとしたアクセント塗装が施されている。2012年11月の導入発表時には、車体色は白色で公開され、さらに輸送時、試運転中はラッピング塗装されたことで、本来の塗装が非公開だったため、この塗装は2月14日の出発式で初公開となった。 造備車となる13号以降、グリーンムーバーレックスの塗装は、白地に、前面、側面の窓周りが黒で、車体下部と運転台、前面窓の周囲に、緑の帯を入れたものとなっている。車体は5100系の車体3台車に対して、3車体2台車の連接構造となっており、台車は、両端の先頭車に、それぞれ1台ずつある。中間車は、台車がなく、 浮いた状態となっており、両端の先頭車との連接により支えられている。本形式と従来車との大きな違いとして、車掌台が当車両には設置されていないことが挙げられ、連接車でありながら、ワンマン運転を主眼に置いた設計となっている。このため、ワンマン運転を円滑に行える、要、運転席にはモニターが設置され、車内をモニタリングできるようになっている。シートは、 5100系同様にも道柄が描かれたが、1001号、1002号については色調をブラウン系に変更し、1003号以降は能力色に変更されている。座席配置は、戦闘車はクロスシート、中間車はロングシートにした。さらに当車両には、これもヒロデンでは初めてデジタルサイネージ機能を持つ液晶モニターが設置された。 双方の運転台すぐ裏に設置され、乗客に到着電停案内や乗り換え案内、運賃の案内などを行う。また連接部の天井部分には、電光表示装置が取り付けられている、5100型と同様、環境への配慮もあり、車内灯はすべて LED 化されている。AR 色イコール、アニバーサリーレッド、広島電鉄100周年記念塗装。 ただし1001号と1002号とでは若干色合いが異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。